科医の平松です。今日は 黄斑変性症の人が、えー、悪くならないため、そして良くするために自分でできることについてお話ししようと思います。黄斑変性不死で説明しないためにで言うと、まあ、よりこう47ページに書いてあるような本にな、内容になります。で、これは食事、運動、生活、そして良い治療を受ける。この4つが大切です。食事、カレオ黄斑変性症、黄斑変性に関しては、目の生活習慣病と言っていいぐらい、生活がすごい関係してます。 脂質、脂が多い食事、はたまた、えー、野菜を食べない人、タバコを吸う人、これがとてもなりやすいし悪化しやすい病気です。だからこそ食事に気をつけます。また運動も適切にしていた方がいいですね。そして生活でどう目を使うかっていうことも重要です。その上で適切な治療をしっかりと受けることが重要になります。じゃあ、どんな生活、どんな食事、どんな運動、 どんな治療というのは、それぞれの動画がありますので、まあ、そっちも見ていただければと思います。こんな感じで、カレーオファン変性症に対するいろんな動画とか、はたまた他の目の健康動画もアップしてますんで、よろしければチャンネル登録、ベルマークを押していただいて、で、カレーオフン成症に関しては、再生リストっていうのがありますので、まあ、そっちも見ていただければと思います。よろしくお願いします。